この度は大変申し訳ございませんでした。バツ暑いじゃねえんだよ。こんな雑炊食えるか。どうしてくれんだ。2017年12月滋賀県草津市の小さなちゃんこ屋で雑炊の作り方をめぐる殺人事件が発生した。バカズキンちゃん、なに。事件から遡ること数時間、元暴力団の高野、そして土木作業員の東、その他5人を含めた一行は忘年会のため高野の行きつけであるちゃんこ屋へ足を運んだ。はあ、食った。腹もいっぱいになったし、ぼちぼち帰るか。うん、そうだな。あ、でも東、ちょっと待て。俺この店よく来るんだけどよ、雑炊がマジでうまいから食ってみ。本当か。マジだって、絶対うまいから食ってみろって。おい、お前らも食うよな。はい、いただきます。はい、雑炊7人前急ぎで。かしこまりました。お待たせしました、雑炊になります。ごゆっくりどうぞ。おい、お前どこ行くんだよ。雑炊作ってけよ。え、ああ、申し訳ありません。雑炊はお客様の方で作ってもらうようになってますので。あ、ふざけんなよ、聞いてねえぞ。いや、メニューにも書いてありますが。おい、なめてんのか。俺はここの店主とも知り合いだぞ。今まで雑炊なんて作らされたことねえんだよ。お前がやれ。ですが。いいからやれよ、ぶっ殺すぞ。わかりました。アルバイトの吉田は雑炊の作り方を教えられていなかった。しかし高野の高圧的な態度に断る機会を奪われ、記憶をたどりながらなんとか雑炊を作ろうとした。おい、お前どういうつもりだ。え、何がでしょうか。雑炊の作り方も知らねえのか。雑炊は卵を溶いて入れるんだろうが。それに鍋に火つけてねえだろ、冷めてんじゃねえか。大変申し訳ありません。おい、どうしてくれんだよこれ。すぐに作り直しますので。お前俺らのこと舐めてんだろ、店主呼べ。え、そんな。ここの店主とは顔なじみだからよ、そいつに土下座させるわ。早く呼べ。はい、かしこまりました。店主の富岡はその日別の店舗に顔を出していた。お電話ありがとうございます、ちゃんこ屋墓部2号店です。富岡店長、申し訳ないです。ちょっとトラブルがあって、店主を呼べってお客様が聞かなくて。おお、吉田か。とりあえず何があったか話してくれ。アルバイトの吉田は取り乱しながらもなんとか事の顛末を富岡に伝えた。わかった、すぐにそっちへ向かう。いいか、まだわからないけど、その男はうちによく来る元暴力団の男かもしれない。怒らせたら手がつけられないっていうのも聞いてるから、君は下がっていいよ。よく頑張ったね。はい、わかりました。富岡は吉田の説明で誰のことだか大体の見当がついていた。以前から高野は富岡の経営する店に来ては何かとイチャモンをつけていたからだ。さらに高野は過去にリンチ殺人の主犯格として逮捕されており、暴力団からも手に負えないと波紋にされるほどの危険人物だという噂も聞いていた。そのこともあり、富岡はアルバイトに何かあってはいけないと急いで1号店に向かった。この度は誠に申し訳ありませんでした。おい、謝ったってどうにもならねえんだよ。もちろん今回のお代はいただきませんので、それで勘弁していただけないでしょうか。金の問題じゃねえんだよ。ここはちゃんこ屋だろ、従業員に雑炊の作り方くらいちゃんと教えておけよ。申し訳ありません。
謝って済むと思うな。そこからは悲惨だった。収まりがつかなくなった高野は東と共に1時間半近くも富岡に暴行を加え続けたのだ。富岡は痛みに耐えながら従業員を守るためただ時間が過ぎ去るのを祈った。なんとか言ってみろよ、おら。高野さん、東さん、これ以上はやばいですって。このままだとマジで死にますよ。うるせんだよ。お前も俺に逆らうのか。お前もこいつをかばうなら同罪だぞ。いいのか。わかりましたよ。どうなっても知らないですからね。俺たちは先に帰ってますから。好きにしろ。この時すでに富岡に意識はなかった。同席していた5人は手のつけられない高野らに恐怖を覚え、その場を離れた。そして深夜になり、2時も回った時のことだった。おい、誰だ？警察は呼ぶなって言っただろ！呼んでません。私たちじゃありません。実際、店にいた人たちは警察には連絡していなかった。窓ガラスが割れた音や土星が響いていたこともあり、近隣住民が異変を察知して警察に連絡したのだ。警察だ、現行犯で逮捕する。こっちが被害者なんだよ。いいから来い。富岡の妻は店員から電話を受け、富岡が病院に搬送されるタイミングで駆けつけた。あなた、あなた、そんなひどい。その後富岡は肋骨が数箇所折れていた上に全身打撲、そして内臓もひどく損傷しており、その日のうちに病院で死亡が確認された。手加減して殴っており、小突いたという感じです。決して殺意はありませんでした。無抵抗の相手に対して一方的かつ残虐な行為は許されるものではない。よって高野被告には懲役20年、東被告には懲役15年とする。そんな、あんなことで20年は重すぎる。ありえない。静粛に。以上で本日の裁判を終わります。くそか。その後弁護人にこれからどうしたいかと問われた高野は、服役後は仏門に入ると答えたそうだが、この男を受け入れる仏など存在するのであろうか。浄水の作り方だけでなんでこんなことできるの？それに過去に殺人も犯してるのに20年の判決っておかしくない？本当だよね。感情的には甘すぎる判決だと思うよ。それにちゃんこ屋も客足がピタリと途絶えて閉店しちゃったみたいだし、罪はどこまでも重いよ。よし、ぴったりの島ね。狼、この島で1ヶ月暮らしてみなさい。どういうこと？なんで俺がこんな無人島で暮らさなきゃならないのさ。凶悪犯は出所後に無人島送りにすればいいんじゃないかと思って。でもちゃんと生き残れるかわからないから1ヶ月生き残ってみて。じゃ、またね。やだ、1ヶ月も赤ずきんちゃんに会えないのやだ。俺動物だから1ヶ月なんて余裕だけど、赤ずきんちゃんに会えないからやだ。もうしょうがないわね。視聴者のみんなが狼に厳しいって言うから、たまには優しくしてあげるわ。でも帰ったら新しいお墓買ってよね。愛情人情小田原城、お墓なんて何百個でも買ってあげるよ。墓ずきんちゅわーん。空に輝く星を見上げながら